にちは、橋本彩子です。詐欺師の見極め方っていうテーマでお伝えをします。ビジネスを10年以上やってるといろんな人に出会うんですよね。信頼してると思ってた人に裏切られたっていう経験もあるんですけれども、いろんな人と出会っていろんな経験をしたおかげで一瞬でやばい人っていうのかな、この人はあんまり深く関わらない方がいいかなっていう人を見抜く力はついたかなと思いますので、どうすれば詐欺師を見抜くことができるのか、そのコツをお伝えをします。起業して異業種交流会とかに行きましょうって私はよく言ってるんですけれども、実際行くと、いろんな人いるんですよね。強引な勧誘をしてくる人もいますし、高額商品やネットワークビジネス MLM とか、それが別に悪いとは思わないんですけれども、相手が望まない方向でそういう案内をしてくる人もいるんですけれども、どういう人と関わらない方がいいのかっていうと、まず出会う時の自分の状態が大事なんですけれども、自分がなんか自信がなかったりその感じを出してると弱みにつけ込んで勧誘をしてくる人とか高額なセミナーとかを売ってくる人がいますので、自分に何か足りないと思ってた状態で出会う人で、その状態で向こうから声をかけてくる人にはちょっと注意した方がいいかなと思います。交流会とかビジネスで出会った人で何か案内をされたら、その人の本名とか会社とかその商品をググった方がいいですよね。 Google で検索して評判を調べて、なんかちょっとでも黒い噂があると火のないところに煙は立たないって言いますけれども、やっぱその火元となる何かがあるので、それは調べてみた方がいい。今もう検索エンジンにそういう2チャンネルとかに情報は出てきますので、ちょっとうんと思ったらまずググるってことをやっていった方がいい。その上でこの人は信頼できるなっていう人を見抜くコツなんですけれども、相手を見た時に自分に合うメンターにしてもいいと思える人の条件が3つあります。1つ目が向こうから営業してこない人。これはすごく重要だなと思ってます。向こうから営業してくるコンサルはちょっと気をつけた方がいいんですよね。なんでかっていうと、営業してくる時点でそのコンサルの人自体があんまり儲かってなくてちょっと大変な状態だから。本当に売れてる人っていうのは口コミとか紹介で予約で埋まってる状態なので、コンサルとかをもしお願いしたいのであれば向こうから向かってこない、営業してこない人にお願いした方がいい。中にはいるんですよね、あなたはこれができてないから指導してあげるよみたいな感じで何十万を払わされるみたいなことはあるんですけれども、相手の自信のなさを利用してくる人には気をつけた方がいいです。3つ目が目を見るといいと思うんですけれども、目が死んでるとちょっとその人はあんまり健康的じゃないですし、目は口ほどに物を言うという言葉があるんですけれども、目が死んでたりとか力がなかったりとか、目がちょっと怖かったりするんですよね。詐欺師みたいな人って目に力があってで穏やかな表情をしてる人をメンターにするんだったらそういう人がいいんじゃないかなと思います。あともう一つが、これは感覚的な問題なので分かるか分からないかは人それぞれだと思うんですけれども、伝わってくるエネルギーが心地いい人、結局人間関係も波長の法則で自分と同じ波長の人が引き寄せられるので、なんか感覚的に皮膚感覚でいいんですよね。この人と一緒に話しててもこうストレスを感じないなとか、その場が心地いいなと思う人はお付き合いをしていいと思いますし、ちょっとでもなんか違和感を感じたりとか会話をすることでストレスを感じてしまう場合はその直感って当たるので、初対面で最初に会った時の直感を絶対大事にした方がいいと思います。ビジネスで関わるにあたって詐欺師でない人でなおかつメンターにするといい人を見極める方法ということで、参考になれば幸いです。この動画がいいなと思っていただきましたら、ぜひ高評価のグッドボタンを押してください。私に何か取り上げてほしいテーマのある方はコメント欄からコメントしていただくか、詳細欄に記載の LINE アットから LINE のお友達になっていただいてメッセージいただければ幸いです。このチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。